Ladies and gentlemen, crawling, Brian Adams, Brian Clark! さあ、二人のいかつい男が姿を現しました。ブライアン・アダムス、ブライアン・クラークというブライアンの二人が入ってまいります。ユニット名がクロニック。田田さん、この二人は実力あるんですよね、はい、実力ありますね、あのシングルでも、かつての WWF、はい、現 WWE ですね、そして WCW、はい、両メジャーを制覇してますね。そうなんですよね。そしてタッグとしては WCW 世界タッグを取ってます、さらに武道から昨年世界タッグ選手権を取って、そうなんですよ、不敗のままベルト返上してますよね、なるほど、そういったもうタッグのスペシャリストクロニック、ブライアン・アダムスとブライアン・クラーク、対戦する武藤も因縁の相手ということになります。2人が肩を並べて入場してまいります。ターザンさん、どんなこれ戦い方見せるんですかね。やっぱりこれは ね素晴らしかったというのはね、あの今見たけども本当ムードがあるよ、うん、まあ一人で一つ引いてるかね。確かにムードがあります。ムードがあるというのは実力があるということだわ。なるほど。さあ今お客さんにアピールをしますが、タッグになると強いという2人です。落ち着いた雰囲気がいいね、すごく。ミスターファンタジー、夢のタッグ、ゴールドバーグとのタッグは果たしてなるんでしょうか。プロレスラブ武藤敬司、アメリカマット界の超スーパースタービル・ゴールドバーグ、前回大会当日に来日、空港から会場入りし試合を行った。再びレッスルワンへの出場が決定。来日直前のゴールドバーグに取材を試みた。 Who's next? Looks like you are. I'm Goldberg. Welcome to my home. You wanna be next? Come to the Tokyo Dome. Watch me for Wrestle One. しかし、我々が取材を終えた2日後、現地でゴールドバーグとの音信が途絶えた。
主催者側も一切連絡が取れないという事実が判明。さらに本人は自分の対戦カードを知らない状態だという。新聞紙上でも失踪が話題になるほどの緊急事態。一体どこへ消えたんだゴルドバーグ。あ、実況席にライトが当たりました。いや、どこへ消えたんだゴールドバーグと言われましても、ターダンさん、はい、困りますねこちらとしても。いや僕も困るよ、いやもうね、リング上にはクロニックとそして武藤選手は上がってるわけですから、うん、これどういう状、武藤さんもこれ分からないといった表情を今見せていましたが、今現在こちらにも何の情報も入って、おっと、これはあ、ゴールドバーグですね。今水道橋駅と見えました。水道橋、あ、JR で来たんですか。です、ね、あ、電車に乗ってやっぱり日本に来てましたね。日本に来てくれていました。え、今歩いてるわけですか。これ今生の映像ですよね。今ね、これ生です。生放送、生映像です。 JR で来たわけですか。 JR で来たんですね。それが一番早い手段だったんですかね。そうですね、成田からですかね。JR を使ってゴールドバーグが水道橋から今ゆっくりと橋を渡ります。 あの橋渡ったり、あの橋です ね、 光景ですね。ゴールドバーグも我々と同じ橋を渡ってくれてるわけですよね。我々がいつも歩く橋ですよ ね、 そ う、 すね。そうしますと皆さんも大体あと何分ぐらいで着くかというのは分かるわけですね。いや、しかし、あ、東京ドーム、そうです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 、ここ入るんです。関係者入り口、もうすぐ、そうです、パスがないですね。パスがないですけど大丈夫ですかね。間違えて、あの後楽園ホールなんか行かないようにね。そうですね、ですね。ボクシングをやってますが後楽園ホールは、はい、レッスルワンは東京ドームです。今、あ、ちゃんと関係者入り口に入ってきます。前回は遅刻騒動がありました。今回は失踪騒動がありました。しかし前回も今回もしっかりとこの試合時間には間に合わせてくれそうです。クロニックも待ちます。そして武藤圭司も待ちます。さあこれで金田さん、しかし日米のもうゴールドタッグが実現するわけですね。ただね、2人のミーティングがゼロなわけじゃないですか。そうなんですよね。まあ、いくらスーパースターといってもね、武藤ゴーバー組ね、はい、大丈夫なのかなという気がするんですよ ね、 ですね。相手はね、タッグのスペシャリストですからね。そうなんですよ、そうなんです。外、に出されてしまいました。外に出されてしまいました。さあこれどうなるんでしょうか。着替えて出てきてくれるのかどうか。武藤も心配そうに見つめている。あ、そしてクロニックの方はあんまり待たせるんだったら2対1でやろうか。まるでさ、はい、あ、宮本選手と管理上の決戦みたいなもんですよ。そうですね、待たして待たして、待たして待たして、これ超えていたいんですよ、はい、さあ、あ、さあ、しかし控え室から姿を現しました。臨戦態勢に入りました。もったいなかったなと思って。いや、本当ですね。待たせてもやっぱりこの表情を見れば、いや、待ってましたと。こちらもね、スタート10パターンの違いだね。なるほど、また来てくれました、うん、そう思わせる男です。ショーリングビルゴールドバーグ、この音楽がいいね。いいですね。ロケに行った取材班、その2日後に姿を消しました。しかしどこで何をしてたかは分かりませんが、当日にしっかりと東京ドームに間に合わせてきました。この人はね、ライブ感覚に信じてるよ。なるほど、金沢さん、しかしやっぱりワクワクしますね、はい、ワクワクしますね、待たされる小次郎がちょっと多すぎますけどね。なるほどね、しかし武藤圭司とのタッグですからね。どうなりますか。ただ、あ、そしていつものように、いつものように花火の中へ。なんか一番おいしいところを取るな。本当ですね。言うじゃないか、このところ。今のところもスタートしました。ビルゴールドバーグ、さあ、ビルゴールドバーグ、本当にこれからファンタジーが始まる、そういった予感を抱かせてくれます。3度目の来日、さあ、まだまだゴールドバーグの本物を見てないというファンもいます。
今日この東京ドームで真の姿を見せてくれるでしょうか。さあこれで日米の夢のタッグが揃いました。ゴールドバーグと武藤圭司です。これ史上最大の入場シーンだね。本当ですね。見たことないよ。いやこのクロニックも待たされました。さあゴンが鳴りました。60分一本勝負、ブライアン・アダムス、ブライアン・クラーク。まずは武藤が行きます。盛り上がって、そして一瞬静まり返って左腕を取った武藤。前回はグレート・ムタでの登場でした。ターザンさん、武藤圭司としてはどういうものを見せてくれるんでしょうかね。いや瞬発力ですよ。瞬発力、切れ味のいいね。なるほど、ファンタジーファイトの真髄を見せつける、そう話していた武藤圭司。ゆっくりとお互い右に回り込みました。さあ捕まえてきます。さあ捕まえた。ここは武藤を加えます。昨年ねこのクラークにね敗れてるんですよ。そうなんですよね。そしてあの世界タッグのベルトを取られてるんですよね、はいはい、あのメルトダウンっていうね、うん、あのちょっと変わったねオリジナル技があるんですけども、はいはい、そしてあの戦わずしてベルトを返上された形なんですよ ね。非常に屈辱ですよね。本当ですね、しかもその理由がね、はい、あのブライアン・アダムスが俳優に転向したいということで、うん、ちょっとリングを離れたんですよ。そうなんですか、そこでベルト返上というね。なるほどね。何かね武藤選手にしたら馬鹿にされたような気持ちでしょうね。本当ですね、あの段階で無冠になったんですもんね、武藤は ね、 そうですね。何もベルトを持てないという状態になった武藤、因縁の相手です。一度勝ったことがあります。しかし一度負けたことがあります。これ武藤ペースの試合ですよ。そうですね。一緒にゆっくりゆっくりさ、なるほどなるほどね、ゆっくりゆっくりと、武藤が捕まえました。ブライアン・クラーク38歳、未完の大陸弾道弾と言われています。こうやってね観客をじわーっとリングに向かわすんですね。なるほど。その辺の武藤のうまさ、メリハリのある戦いぶりです。バックドロップ持ってきましたブライアン・クラーク。さあゴールドバーグは今来たばかりですので、ちょっとやっぱり武藤が時間を上げたんですかね。よしいいか、ゴールドバーグ早いな、そろそろいいか、そんな感じですが、ターザンさんちょっと早いですか。そしてブライアン・アダムスが入ってきます。200センチあります。でかいね、歌手のブライアン・アダムスではありません。雲彩戦士ブライアン・アダムス、ゴールドバーグ、ここはアダムスが行きます。しかし一撃です。デビュー以来174連勝というビル・ゴールドバーグ。あのね、全くのサラブレードというかね、大リーガーなんですよ、本物のね、本物のね、いやしかしこの二人立ってるだけで雰囲気があります。ここはうまくゴールドバーグを、さあお客さんにアピールしますが、どうなんでしょうかね、金田さん、このクロニックね、はい、実力は確かにあるんですけれどもね、はい、お客さんにどうでしょうか、この、おっと、ボディリフト、すごい、133キロ上げました、いきなりですよ、いやしかも、タイミングも何もあったもんじゃないですよね、そしてウォーミングアップもなしというゴールドバーグ。さっきまで電車に乗っていました。ラリアット、ラリアットでリング外へ。ただこのねアダムスもリフトアップスラムとかね、あの力技が得意なんですよね。なるほど、非常にね変わった経歴の選手ですね、アダムスはね。軍人戦だったんですね。あ、そうですか。日本にいたわけですよ。
そして除隊して、空軍ですからね、そうですね、新日本プロレスの合宿所に入って、武藤選手と同じ釜の飯を食ってたんですね。なるほど、そしてウルティマドラゴンが練習生の時に一緒に同期の練習生でいたというのは、非常に変わった選手なんですよ。なるほど、じゃあ、もしかしたら手の内がお互い分かってるかもしれないですね。分かってますね、お互いね、若い頃知ってますから、坂本選手なんて、みんな知ってますよ。あ、そうなんですか。厚木自身、厚木。さあ武藤が今レッスンから去っています。5分が経過しました。レフリーは戻れと言っていますが、武藤が手に膝をつきます。手に膝に、さあ立ち上がる武藤、立ち上がる、そして柵に上げつけました。武藤さんはここまで出世したよね。そういう感じですか、やっぱり。しかし世界最強タッグ、王者のベルトも巻いたことがあります。ここはゴールドバーグが、バケツがあります。サタヤのバケツでしょうか。あ、そしてその下で叩きつけました。やっぱりお客さんもゴールドバーグのところに来ますね。外線はあまり得意じゃないですね。前回もね、リックスタイナー相手にね、ちょっと場外で苦戦しましたよね。そういう意味ではやはりリングの中に入れたいんですが、ここもやっぱりゴールドバーグが、これはハンマーですね。狂気を使いました。ペースに乱れたね。これかなりペース乱されましたんで、戻さなきゃいけないですね。どう戻していくんでしょうか。巻き返しなるか。武藤ゴールドバーグ組ロープに落ちる。これは空を切る。そして突っ込んでいった。さあ体勢入れ替わるか、勢いが変わるかどうか。武藤が右手を出します。タッチした。素早くいった。叩きつけた。思い切ってきました。エルボードロップ、さあ昇格だ。さあ行くか。しかしここはカバーに入ります。この切れ味ですね。そうですよ、瞬発力ですね。ゴールドバーグタグマジ不向きだな。あ、そうですか。シングルプレイヤーだな。この不向きをあえて武藤選手はやらせたかったんでしょうね、多分ね。なるほど、ここでゴールドバーグの新しい一面を見せてあげたいという気持ちなんでしょうか ね新しい可能性をね。今のところどうですか、山本さん。ちょっともたもたしてますか。もたもたして良さが出ないね。あ、もたもたしてますか。宝の巻き伝えだこれ。シングルプレイヤーだとじれちゃうんですよね、コーナーでね。なるほどね。その辺のもたもた感を解消できるかどうか。しかしここは武藤、かっこいいんだけどね、ゴールドバーグ。ニュートラルコーナー。そうしますとやはりこの武藤が自分自身で局面を開いていかなければいけません。投げつけるホールです。カウントは1つ半。武藤の2人分を背負っていかにさ、カスを乱すかというか、ね。なるほど、当ててきます。ゴールドバーグこの視線です。なかなか自分たちのリズムに来ないなという、そんな表情です。武藤は言っていました。相棒に 70-80% 任せて俺が決めるのが必勝パターン。しかし今回は俺が 80% ぐらい働かなきゃいけないなというふうに言っていた武藤。ダリーで言ったら両方とも弱まったみたいな。そうですよね。今日は働きどころが多い武藤刑事。それからした。そして行く。さあここでゴールドバー、よし、勢いしますかないよ。ここはタックル、軽々と持ち上げて、嬉しげに持ってくるか。
右の腕を掴んだ。少し戦い方を変えてますか、ターダンさん、どうなんですかね。もともと練習好きな選手ですよね。あ、なるほど、腕攻めはあんまり実戦では出さないですね。なるほどね、珍しいですよ、ある意味ゴールドバーグ選手は格闘技オタクみたいなところもあるんですよね。はははは、なるほど、いろんな格闘技のテクニックを、ね、こう練習して吸収してるところもありますね。なるほど、逆に決めてきます。意外な展開だね。意外な展開、ターザンさんを押しても意外な展開というこの試合。さあクラーク、ロープに手が届きました。ロープに手が届いたブライアン・クラーク、頭いいからね、相手の弱点を見抜いたんですよ。なるほど、そこに合うと思って、頭いいですよ、クレバーだよ。なるほど。さあ10分があっという間に経過しております。60分一本勝負、仁王立ちから左足で、そして右腕でパンチを繰り出しました。お互い真っ赤に染まっています。その腹は真っ赤です。また腕を取った。これ同じだったでしょ。なるほど、相手の弱点読んだ ね頭がいいですね、やっぱりね、この試合の中で相手の弱点を探していく戦法を変えるというね。やはりこれも練習してるからできる技なわけですよね。読みが深いんですね。読みが深い、どっちが持ち上げる、ひねってきました。このネックブリカーの小島を一度仕留めた技ですよね。あ、なるほど、もう一つ一つが必殺技になってしまうんですよ ね、ゴールドバーグ。なるほどね、なるほど。そして武藤の方も一つ一つが必殺技というものを持っている。さあひねってきた、ドラゴンスクリューから足4の字に行く、4の字固めに行きます。これどうですかね、入ってますかね。あ、しかしフォローがありました。ここは救済されました。まあね、ターザンさんがね、五感働かせて今日は見るって言いますね。武藤圭司は本当に五感働かせてますね。もう試合相手を見ながら、パートナーのゴールドバグを見て、お客さんの反応を見て、時には放送席、放送席じゃないですね、ここはね、ファンタジーブースですね、ちらっと見ますよね。なるほど、ゲームの上ちらっと見てますよね。全部見てんの。そうですね、さっきは橋本慎也にもね一言言われてね。そんな中、武藤圭司何巻働かせているんでしょうか。5巻どころじゃない、6巻7巻。さあ武藤、五感の感じなのね、指先に神経を、目に神経を集中させるんだよね。あ、指先と目ですか。なるほど、じゃあ私どももそこを集中して見ていきたいと思います。ここもロープです。さあ思わず、あ、しかしこれ立ち上がれませんね。4の字を決められて立ち上がれません。さあここ武藤チャンスと見るか、チャンスと見るか、行くか、しかし捕まえられた、捕まえられた、あ、叩きつけられた。荒っぽいですね、荒っぽいですね、スーパースターも。さあタッチします。さあここは武藤、しかしよく見ています。まだ出ないね、出ないですね、シャイニングミラーはまだ出ません。さあゴールドバーグ、こちらもまだまだ必殺は見せておりません。パンチを2発、エルボー。さあ2人をいっぺんに料理しようというビル・ゴールドバーグ、膝を見せました。何かを伺ってますかね。しかし捕まえられた、ラリアット。2人ともクロニック得意にしていますラリアット。そしてこの2人は2人が協力し合うと強い。これ危ないですよ、多分チョークスラムですね。叩きつけられた、
さあカウント入る2カウント2です。さあゴールドバーグも苦しくなって、おっと、うん、場外戦だ、場外戦もやっている。武藤の腰に思いっきり叩きつけられた。そしてレフリーも吹っ飛んだ。レフリーはものすごい形で吹っ飛びましたよ今。ちょっと意外なほどピンチですよ。そうですね、うわこれレフリーもかなりダメージがあります。これ予想じゃなかったね。そして長机をリングの中に入れました。これでゴールドバーグを仕留めようというのか。かなりこれは日米のスーパースターコンビピンチに立たされました。何やるんだろうか。なんかもう本当に固唾を飲んで見ちゃいますね。次なんだろう、次なんだろう。武藤がトップロープから来ました。珍しいな。そしてリング上にはレフリーがいません。無法試合となりました。ゴールドバーグ、さあ右手を上げた、右手を高々と上げました。さあ何で来るのか。これはジャックハマーに行きたいところだったのか。しかしここはブロックされました。かわしたぞ、おー、突っ込んでいってダブルラリアット。強引ですね。ちょっと無理があったけどね。ラリアットなのかスピアなのか、あーなるほど、ちょっと強引でしたね。半分半分といったような感じでしたね。ちょっとされてますね。そうですね、今のところスーパースターコンビがちょっとチームとしてあまり機能してないですよね。そうですね、やはりこの辺を武藤もねやっぱり心配してたところですよね。なかなか連絡が取れない。わー、そしてシャイニングウィザード、ここで来ました。きれいに決まった。今きれいに入りました。頭刈りましたね。すっごいバネが効いてる。これは来ました。さあそして長机が今斜めに立っているのですが、あれ使いませんね。鏡のように立っています。スピア、あー、そしてここで来た。ここでゴールドバーグが利用しました。一発逆転だよ。いやこれで変わるか。ダブルの勝利。そして武藤が飛んだ、武藤が飛んだ。勝負と見たね。勝負と見ましたね。この辺はやっぱり百戦錬磨、連勝を続けるゴールドバーグ、そして武藤、この辺の勝負どころを知っているか。さあ下なめずりからどうか。ジャックハマーが出るのか。ひねりでした、ジャックハマー。そしてカウント3が、やはり最後はゴールドバーグ。しかし今の目なく桜吹きジャックハマーが決まりました。ゴールドバーグ、そして武藤とのコンビ全く打ち合わせがなかった。しかしこの強さです。最後はまるでシングルマッチの勝利みたいな。本当ですね、やっぱり最後はシングルできちゃった感じですね。100万の勝利は言えないですね。中村さんどうですかその辺は。今の話は、ね、山本さんに同意しますよ。そうですか、本当にそれぞれシングルマッチでやっていたという感じですよ。この2人はね、もしかしたら仲良く余裕並び立たずなのかもしれませんよ ね、 ね、対決運命にあるかもしれませんね。タッグで強いクロニックを、個人で強いゴールドバーグ武藤、個人戦の勝利ということになったようです。